はなめさん、こちらゆずひこです。それでは今回なんですけども、メルペイでも使えるメルペイを始めると400ポイントゲットお得なスタート方法ということで、今回はメルペイでも使えるお得なポイントのもらい方をお伝えしていこうと思います。まずは概要からですね、今だけ限定新規登録をすると漏れなく100円分ポイントプレゼントキャンペーンというのが今開催されています。なので今メルカリを始めることで100円分のポイントをもらうことができます。そしてこのもらえるこのキャンペーンの期間というのは2019年の6月の12日から2019年の6月の18日までとなっています。そしてこの100円分のポイント付与についてはキャンペーンの終了後2019年7月3日15時までにポイント付与を行いますということになっています。なので即時入ってくるわけでもないのでお気をつけください。でこの詳細なんですけども、まあ、先ほどお伝えしたこの400ポイントはどういうことやっていうのが300ポイント足りんぞっていうのはですね、こちらですね、今回このキャンペーンの100ポイントと招待コードのこちらを入力してメルカリに登録をしたら300ポイントもらえます。なのでキャンペーンの100ポイントと招待コードを入力してこれで合計400ポイントがもらえた状態でスタートができます。招待コードとメルカリのリンクに関しては下の概要欄に貼っておきますので、始めてみたいという方がいましたらぜひチェックしてみてください。ちなみにですね、現在メルペイではこのようなコンビニ3社で行っている破格のクーポンが出ていますので、もしですねコンビニでよく利用される方がいましたらぜひこのタイミングで使ってみてもいいのではないのかなと思います。このクーポンの有効期限は6月17日までとなっています。お使いの端末によってはですね、ちょっとクーポンが使えたりと使えなかったりするのでお気をつけください。まあ、簡単なまとめなんですけども、先ほどのキャンペーンの100ポイントはキャンペーン終了後の7月3日15時までに付与されるということと、あと招待コードの300ポイントは登録してすぐに入ります。まあこの2点を注意してぜひですねメルカリもしくはメルペイのデビューをしてみるのもいいのではないのかなと思います。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。メルカリを登録して合計400ポイントがもらえるということでした。で、QR コード決済で最近のメルペイもじわじわと攻めてきている感じはするので、まあちょっとこれからも期待できそうな感じはしますね。ということでこの動画いいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしますのでツイッターフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。